シャドーイング日本語南海トラフ地震への備え、改めて呼びかけ。では始めます。用意、スタート。Let's listen to the full news. 2024年8月15日夜内閣府と気象庁は共同で会見を開き南海トラフ巨大地震に対する日頃の備えを改めて呼びかけましたこの会見は8月8日に日向灘で発生したマグニチュード7.1の地震を受けて発表された臨時情報の呼びかけ期間が終了したことに伴い行われました南海トラフ地震とは 四国から九州にかけての太平洋沿岸に位置する南海トラフで発生する可能性のある巨大地震を指します。過去には1944年の昭和東南海地震や1946年の昭和南海地震がこの地域で発生し大規模な被害をもたらしました。 現在、この地域では今後30年以内に70%から80%の確率で大地震が発生する可能性があるとされています。8月8日に発生した日向灘の地震は南海トラフ地震の発生リスクを一時的に高める可能性があるとして、政府と気象庁は特別に注意を呼びかけました。 この臨時情報は南海トラフ沿いで大規模な地震が発生する可能性が平時よりも高まっていると判断された場合に発表されるもので今回は1週間にわたって注意が喚起されました日本は地震大国として知られており大規模地震は予測が難しいもののいつどこで発生してもおかしくないとされています 特に南海トラフ沿いでの巨大地震は津波や火災などの二次災害を引き起こす可能性が高く甚大な被害が予想されます。そのため政府や専門家は日頃からの備えを強く呼びかけています。内閣府の森久保司さん次官は特別な注意の呼びかけが終了したものの地震のリスクは依然として高い状態にあると述べました。 そして、特別な注意が終了しても、大規模地震がいつでも発生する可能性があることに変わりはないとし、日常的な備えを続けるよう呼びかけました。気象庁の塚田晋也地震火山技術調査課長は、今回の日向灘地震と南海トラフ地震の関連性について、 南海トラフ沿いのプレートには特段の変化は見られないが地震発生のリスクは依然として高いと述べました。また、ヒューガナダでは小規模な地震活動が今後も続く可能性があると警告しました。地震への備えとしては、まず家屋の耐震補強が重要です。 また、避難経路や避難場所を確認し、家族と一緒に緊急時の対応を話し合っておくことも大切です。さらに、非常用持ち出し袋や飲料水、食料などの備蓄を日頃から準備しておくことが推奨されます。南海トラフ地震は特に津波のリスクが高いため、海岸近くに住む人々は津波警報が発令された場合、 すぐに高台や避難所に避難する計画を立てておく必要があります。南海トラフ巨大地震はいつ発生してもおかしくない自然災害です。今回の内閣府と気象庁の会見は地震に対する日頃の備えの重要性を改めて強調するものでした。 私たちは日常生活の中で常に防災意識を持ち続けることが大切です2024年8月15日夜内閣府と気象庁は共同で会見を開き南海トラフ巨大地震に対する日頃の備えを改めて呼びかけました。 On the evening of August 15, 2024, the Japanese government and the Meteorological Agency held a joint press conference to remind the public of the importance of daily preparedness for the Nankai trough megaquake. The会見 71の地震を受けて発表された臨時情報の呼ひかけ期間か終了したことに伴い行われました this announcement follows the end of the emergency information alert period triggered by a magnitude 7.1 earthquake that occurred in Hyuganada on August 8. The Nankai Trough megaquake refers to a potential massive earthquake that could occur along the Nankai Trough. Which extends from Shikoku to Kyushu along the Pacific coast. Historically, the region has been struck by major earthquakes, including the 1944 Showa Tōnankai earthquake and the 1946 Showa Nankai earthquake, both causing widespread devastation. 30年以内に 70 percentから 80 Current assessments indicate a 70 to 80% probability of a major earthquake occurring in this area within the next 30 years. 8月8日に発生した日向灘の地震は、南海トラフ地震の発生リスクを一時的に高める可能性があるとして、政府と気象庁は特別に注意を呼びかけました。この臨時情報は 南海トラフ沿いで大規模な地震が発生する可能性が平時よりも高まっていると判断された場合に発表されるもので今回は1週間にわたって注意が喚起されました日本は地震大国として知られており 大規模地震は予測が難しいものの、いつどこで発生してもおかしくないとされています。特に、南海トラフ沿いでの巨大地震は、津波や火災などの二次災害を引き起こす可能性が高く、 In particular, a Nankai trough megaquake poses a high risk of secondary disasters such as tsunamis and fires, with the potential for catastrophic damage. Consequently, the government and experts strongly advocate for continuous preparedness. 内閣府の森久保司参事官は、特別な注意の呼びかけが終了したものの、地震のリスクは依然として高い状態にあると述べましたそして、特別な注意が終了しても。 大規模地震がいつでも発生する可能性があることに変わりはないとし、日常的な備えを続けるよう呼びかけました。Ating, 気象庁の塚田真也地震火山技術調査課長は、今回のひなた灘地震と南海トラフ地震の関連性について。 Shinya Tsukada, director of the Meteorological Agency's Earthquake and Volcano Technology and Research Department, commented on the relation between the Hayuga Nada earthquake and the Nankai Trough earthquake. Stating, there has been no significant change in the tectonic plates along the Nankai Trough, but the risk of an earthquake remains high. また、ヒューガナダでは小規模な地震活動が今後も続く可能性があると警告しました。地震への備えとしては、まず家屋の耐震補強が重要です。For また 避難経路や避難場所を確認し、家族と一緒に緊急時の対応を話し合っておくことも大切です and and さらに、非常用持ち出し袋や飲料水、食料などの備蓄を日頃から準備しておくことが推奨されます。 Additionally, it is recommended to regularly stock up on emergency supplies such as water, food, and an emergency kit. Given the high risk of tsunamis associated with a Nankai trough megaquake, Residents near the coast should have evacuation plans in place and be ready to move to higher ground or designated shelters immediately if a tsunami warning is issued. The Nankai Trough megaquake is a natural disaster that could strike at any moment. 地震に対する日頃の備えの重要性を改めて強調するものでした。私たちは日常生活の中で常に防災意識を持ち続けることが大切です。 Let's learn the key words and expressions. Meteorological Agency 気象庁。巨大地震 Massive Earthquake 巨大地震。臨時情報 Temporary Information 臨時情報日常生活 Daily life 日常生活地震大国 Earthquake prone country 地震大国,震大国政府 Government 政府避難場所 evacuation site 避難場所可能性 possibility 可能性自然災害 natural disaster 自然災害大規模 large scale 大規模非常用 For emergency use. Cabinet office. Cabinet office. Let's listen to the full news once again. 2024年8月15日夜、内閣府と気象庁は共同で会見を開き、南海トラフ巨大地震に対する日頃の備えを改めて呼びかけました。この会見は8月8日に日向灘で発生したマグニチュード7.1の地震を受けて発表された臨時情報の呼びかけ期間が終了したことに伴い行われました。 南海トラフ地震とは四国から九州にかけての太平洋沿岸に位置する南海トラフで発生する可能性のある巨大地震を指します。過去には1944年の昭和東南海地震や1946年の昭和南海地震がこの地域で発生し大規模な被害をもたらしました。 現在、この地域では今後30年以内に70%から80%の確率で大地震が発生する可能性があるとされています。8月8日に発生した日向灘の地震は南海トラフ地震の発生リスクを一時的に高める可能性があるとして、政府と気象庁は特別に注意を呼びかけました。 この臨時情報は南海トラフ沿いで大規模な地震が発生する可能性が平時よりも高まっていると判断された場合に発表されるもので今回は1週間にわたって注意が喚起されました日本は地震大国として知られており大規模地震は予測が難しいもののいつどこで発生してもおかしくないとされています特に南海トラフ沿いでの巨大地震は 津波や火災などの二次災害を引き起こす可能性が高く、甚大な被害が予想されます。そのため、政府や専門家は日頃からの備えを強く呼びかけています。内閣府の森久保司さん次官は、特別な注意の呼びかけが終了したものの、地震のリスクは依然として高い状態にあると述べました。 そして、特別な注意が終了しても、大規模地震がいつでも発生する可能性があることに変わりはないとし、日常的な備えを続けるよう呼びかけました。気象庁の塚田晋也地震火山技術調査課長は、今回の日向灘地震と南海トラフ地震の関連性について、南海トラフ沿いのプレートには特段の変化は見られないが、 地震発生のリスクは依然として高いと述べました。また、日向灘では小規模な地震活動が今後も続く可能性があると警告しました。地震への備えとしては、まず家屋の耐震補強が重要です。また、避難経路や避難場所を確認し、家族と一緒に緊急時の対応を話し合っておくことも大切です。 さらに、非常用のち出し袋や飲料水、食料などの備蓄を日頃から準備しておくことが推奨されます。南海トラフ地震は特に津波のリスクが高いため、海岸近くに住む人々は津波警報が発令された場合、すぐに高台や避難所に避難する計画を立てておく必要があります。南海トラフ巨大地震はいつ発生してもおかしくない自然災害です。 今回の内閣府と気象庁の会見は地震に対する日頃の備えの重要性を改めて強調するものでした。私たちは日常生活の中で常に防災意識を持ち続けることが大切です。Finally, let's listen and try shadowing.

この会見は8月8日に日向灘で発生したマグニチュード7.1の地震を受けて発表された臨時情報の呼びかけ期間が終了したことに伴い行われました。この会見は8月8日に日向灘で発生したマグニチュード7.1の地震を受けて発表された臨時情報の呼びかけ期間が終了したことに伴い行われました。 南海トラフ地震とは四国から九州にかけての太平洋沿岸に位置する南海トラフで発生する可能性のある巨大地震を指します。南海トラフ地震とは四国から九州にかけての太平洋沿岸に位置する南海トラフで発生する可能性のある巨大地震を指します。 過去には1944年の昭和東南海地震や、1946年の昭和南海地震がこの地域で発生し、大規模な被害をもたらしました。らししま過去には1944年の昭和東南海地震や、1946年の昭和南海地震がこの地域で発生し、大規模な被害をもたらしました。 現在、この地域では、今後30年以内に70%から80%の確率で大地震が発生する可能性があるとされています。現在、この地域では、今後30年以内に70%から80%の確率で大地震が発生する可能性があるとされています。 8月8日に発生した日向灘の地震は、南海トラフ地震の発生リスクを一時的に高める可能性があるとして、政府と気象庁は特別に注意を呼びかけました。8月8日に発生した日向灘の地震は、南海トラフ地震の発生リスクを一時的に高める可能性があるとして、政府と気象庁は特別に注意を呼びかけました。 この臨時情報は南海トラフ沿いで大規模な地震が発生する可能性が平時よりも高まっていると判断された場合に発表されるもので今回は1週間にわたって注意が喚起されましたこの臨時情報は南海トラフ沿いで大規模な地震が発生する可能性が平時よりも高まっていると判断された場合に発表されるもので 今回は1週間にわたって注意が喚起されました。日本は地震大国として知られており、大規模地震は予測が難しいものの、いつどこで発生してもおかしくないとされています。日本は地震大国として知られており、大規模地震は予測が難しいものの、いつどこで発生してもおかしくないとされています。 特に南海トラフ沿いでの巨大地震は、津波や火災などの二次災害を引き起こす可能性が高く、甚大な被害が予想されます。特に南海トラフ沿いでの巨大地震は、津波や火災などの二次災害を引き起こす可能性が高く、甚大な被害が予想されます。そのため、政府や専門家は日頃からの備えを強く呼びかけています。 そのため、政府や専門家は日頃からの備えを強く呼びかけています内閣府の森久保司さん時間は、特別な注意の呼びかけが終了したものの、地震のリスクは依然として高い状態にあると述べました内閣府の森久保司さん時間は、特別な注意の呼びかけが終了したものの、地震のリスクは依然として高い状態にあると述べました。 そして特別な注意が終了しても大規模地震がいつでも発生する可能性があることに変わりはないとし日常的な備えを続けるよう呼びかけましたそして特別な注意が終了しても大規模地震がいつでも発生する可能性があることに変わりはないとし日常的な備えを続けるよう呼びかけました 気象庁の塚田深也地震火山技術調査課長は、今回の日向灘地震と南海トラフ地震の関連性について、気象庁の塚田深也地震火山技術調査課長は、今回の日向灘地震と南海トラフ地震の関連性について、南海トラフ沿いのプレートには特段の変化は見られないが、 地震発生のリスクは依然として高いと述べました。南海トラフ沿いのプレートには特段の変化は見られないが地震発生のリスクは依然として高いと述べました。また、ヒューガナダでは小規模な地震活動が今後も続く可能性があると警告しました。 また、日向灘では小規模な地震活動が今後も続く可能性があると警告しました。地震への備えとしては、まず家屋の耐震補強が重要です。 また避難経路や避難場所を確認し、家族と一緒に緊急時の対応を話し合っておくことも大切です。また避難経路や避難場所を確認し、家族と一緒に緊急時の対応を話し合っておくことも大切です。さらに、非常用持ち出し袋や飲料水、食料などの備蓄を日頃から準備しておくことが推奨されます。 さらに、非常用持ち出し袋や飲料水食料などの備蓄を日頃から準備しておくことが推奨されます南海トラフ地震は特に津波のリスクが高いため海岸近くに住む人々は津波警報が発令された場合すぐに高台や避難所に避難する計画を立てておく必要があります 南海トラフ地震は特に津波のリスクが高いため、海岸近くに住む人々は津波警報が発令された場合、すぐに高台へ避難所に避難する計画を立てておく必要があります。南海トラフ巨大地震はいつ発生してもおかしくない。自然災害です。南海トラフ巨大地震はいつ発生してもおかしくない。自然災害です。 今回の内閣府と気象庁の会見は地震に対する日頃の備えの重要性を改めて強調するものでした。今回の内閣府と気象庁の会見は地震に対する日頃の備えの重要性を改めて強調するものでした。私たちは日常生活の中で常に防災意識を持ち続けることが大切です。 私たちは日常生活の中で常に防災意識を持ち続けることが大切です。